ウィンドシンセサイザー。ウィンドシンセサイザーは、管楽器の双方でシンセサイザーをコントロールできる電子楽器。木管楽器の外観、操作法に基づくリリコン系統と、金管楽器の外観、操作法に基づく、金管楽器系のスタイナー系統がある。リリコン系統の機種が多く製造されている。2004年11月に、ヤマハから発売された EZTP は、 金管楽器の外観、操作法に基づくが、スタイナー系統ではなく、類似機種のない独自のものと考えられる。読み方を縮約し、ウィンドシンセと呼ぶのが、一般的である。ウィンドシンセサイザーのことを、総称名詞的に、リリコン、ユ、イーウィと初期の代表的な製品名で呼ぶ人も、減少傾向が依然として存在する。余談ではあるが、ウィンドシンセの名称については、 河合楽器製作所が商標を所有している。管楽器はそれぞれ固有の音色と音域を持つ。音色に関しては、マウスピースやリードの変更やミュートの着脱にてある、程度変化させることができるが、例えばフルートからトランペットの音色を得るようなことは、絶対にできない。したがって、複数楽器の音色が必要ならば、それぞれの楽器を入手するか演奏者を招くしかない。 音域についても本来の管楽器には制約が多く熟練者でなければ楽器の持つ音域すべてを滑らかに演奏することは困難である。ウィンドシンセサイザーを用いれば慣れた管楽器の操作性を引き継ぎつつ接続先のシンセサイザーが提供する多種の音色と広い音域を自在に演奏することができる。また、 感覚器では得ることのできないシンセサイザーならではの音色を操ることができ、感覚器奏者の表現領域を拡大する上で有用と言える。また EZTP はそれまでのウィンドシンセサイザーとは異なる原理で動作している。息の流れを検知するのではなく、内蔵のマイクに入力された歌声をデータ処理し、適切なミデ信号を生成している。この方法は、 金管楽器奏者が音を出す際に行う、頭の中で出したい音を思い浮かべて歌うプロセスを忠実に反映したものと言える。ミリは主に鍵盤楽器の世界で発展し、シーケンサーを用いて演奏情報を入力する際も基本は鍵盤楽器の演奏法に依拠している。だが、鍵盤楽器では微妙なピッチの変化や複雑な、 強弱の変化を表現るのが難しく、仮にクラリネットの音色を鍵盤楽器で演奏しても、本当のクラリネットのような滑らかさを得ることはできず、鍵盤を弾いているような感触が付きまとう。ウィンドシンセサイザーを用いれば、滑らかな音量変化や音色、ピッチの変化を得ることができ、いわゆる打ち込みっぽさを効果的に取り除くことが期待できる。 ただし、管楽器の演奏経験の少ないものにとっては、負担が高く、ウィンドシンセサイザーへの心理的距離は、管楽器奏者の方が、うんと短いと言える。反面、シンセサイザーの扱いに慣れている奏者にとっては、ウィンドシンセサイザーから送信される、演奏情報をより表現力豊かにする音色等の設定が可能だろう。結果的に、 管楽器にもシンセサイザーにも親しんでいる演奏者にとって最良の電子楽器になると言える。同時にこの楽器は普段は接点の少ない両種の楽器群及び演奏者の交わる場として存在していると考えてよい。ウィンドシンセサイザーは主に三つの部分で構成されている。ウィンドシンセサイザーは管楽器系の音色を奏でるのに最適である。また、多音に ほぼ限定されるが、バイオリン、ビオラ、チェロ等の殺減楽器の音色との親和性も高く、特に弦楽器奏者を要しない小規模の楽団で利用価値が高まる。ウィンドシンセサイザーは主にフュージョンと呼ばれるジャンルに属する楽曲で用いられるが、特殊なソロ楽器として吹奏楽に用いられる場合も少数ながらある。また、多彩な音色を容易な操作性で得られることに着目し、 学校での気学教育に用いられることもある。この場合は学校教育用に簡略化された楽器を用いる。楽器の現物を入手しにくい。民族楽器や小楽器を扱う楽曲に、ウィンドシンセサイザーは最適である。これらの音色は一般的に出回っている音源モジュールに収録されていることが多く、鍵盤操作では貧弱になりがちなこれらの音色も、 ウィンドシンセサイザーで奏でれば迫力のあるものになるだろう。特徴的な外観でステージでのパフォーマンスも効果的に行いやすいのでライブ活動を行う演奏家にも適している。打ち込みで制作される楽曲の旋律部分をウィンドシンセサイザーで加えることにより打ち込み特有の平和な印象を消すことができる。ウィンドシンセサイザーの演奏をシーケンサーで リアルタイム録音する場合、アフタータッチやピッチベンドの MIDI メッセージが大量に流れ込んでくるため、適にデータをビッくなどの対策は考えるべきである。このことは、古いハードシーケンサーや記憶容量に限りのある環境で、シーケンスソフトを用いる場合重要である。ウィンドシンセサイザー自体は、胃腸楽器ではない。しかしサクソフォーンやクラリネットの譜面をそのまま、 扱えるようにするため、変路長 B クラリネットやテナーサクソフォーンの調整と、同一や変歩調 e、E アルトサクソフォーンなどの調整と同一に設定する機能を有しているのが一般的である。この機能を持たない機種ならば、音源の方でトランスポーズの設定をマイナス2に設定すれば、変路長プラス3もしくはマイナス9に設定すれば、変歩調となり、 結果的に同一の効果が得られる。変路調、変歩調に限らず任意の調整を選ぶことができるので、演奏の都合などを考えて最も好ましいのを選べばよい。他の還元楽器と合奏する場合は、ウィンドシンセサイザーの接続されている音源を適切に調律する必要がある。もっとも純粋なアナログシンセサイザーを用いない限りは、 他の楽器のように気温に影されることを考慮する必要はない。ウィンドシンセサイザーだけを専門的に扱うプロの演奏家はおそらく存在しないと推測される。サクソフォーン奏者が持ち替えで使用する場合が多く、日本では T スクエアの歴代サックス奏者である伊藤武史や本田正人、宮崎隆史むつみなどが、海外ではマイケル・ブレッカーやトム・スコットなどが有名である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。